私たちの体を支え、内臓や脳を守っている骨。もし病気や事故などで骨を失った場合、外部からの移植が必要となります。そこで自分自身の骨として再生する世界初の人工骨が誕生しました。この新技術を開発したのは東京にある医療技術の会社。開発者の一人、鈴木茂樹さん。ある患者との出会いがきっかけでした。私の友人のお子さんが2歳で上顎のがんで上顎を取ってしまったという経緯がありまして、そこでどうやったら治せるのかと。顎の骨を失ったわずか2歳の子供、従来のチタンなどの人工骨を移植しても成長するたびに交換しなければなりません。何か方法はないかと考えた鈴木さん、着目したのは骨の新陳代謝です。骨は皮膚や髪の毛と同様、新陳代謝して古いものが日々新しいものに生まれ変わっています。骨の中身を細胞レベルで見てみると、骨を壊す細胞がもともとある骨を壊している様子がよくわかります。その分だけ骨を作る細胞が新しい骨を形成します。鈴木さんは特殊なカルシウムから人の骨に限りなく近い成分の人工骨を作りました。体は自分の骨と勘違いしてくる。勘違いして代謝してくれるから、その上に新しい骨ができてしまうと。時間の経過とともに自分の骨として再生する画期的な人工骨です。こちらは片方の顎の骨に欠損がある症例です。左右が非対称になっています。人工骨を結合しました。新陳代謝によって破壊と再生が繰り返され、1年後にはほぼ患者自身の骨になりました。この人工骨は 3D プリンターによって作られます。自分の骨になる人工骨として世界初の技術です。この技術は CT スキャンによるデータをもとに 0.1 ミリの精度で患者の元の骨に一致する人工骨を生み出します。骨髄が通る穴も再現することで骨の新陳代謝が促進され、自分の骨として再生していきます。こちらは形成外科医の高戸剛さん。医師としてこの人工骨の開発に携わりました。 3D プリンターで正確に再現されているので、2針ぐらいこう糸で軽く留めるぐらいで終わるので、ほとんどこう時間もかからないんですね。患者さんが一番喜ぶのはやっぱり形を直すのが非常にその予想通りにいったっていうことが一番大きいですよね。まさにオーダーメイドのような患者に合った骨の再生技術。全国の病院で骨を失った人々を救っています。